リンク、最高だぞ。ありがとう。その宝箱の中身が気になるから早く開けたいんだけど。こんばんは。久しぶりに晴れた空。娘と旅でもしたいけど、さすがに持ち場を離れるわけにはいかない空。ところで、リンク様はまた戦いがるので戦う空？また？だって、リンク様、100年前ミファー様と一緒に厄災ガノンと戦ったの覚えてないぞら。リンク様、本当に何も覚えてないぞらね。よし、だったら僕に何でも聞くぞら。モルデンって何？モルデンは僕の父ぞら。退役後は祭事の槍を振るって英傑祭を仕切ってるぞら。しかしモルデンを含め、リンク様は爺様方とは話さない方が賢明かも。ああ、なるほどね。僕はリンク様には罪はないと思ってるぞら。ふんふんふん、了解。ああ、ハエリアノ。久しぶりに晴れた。ルッタが水を吐くのをやめたのだろうか。そうよ。ふん。とりあえず。あれやね、ミファー。かわいい子やったね。ぷぷぷ、何笑ってるの？晴れましたね。ということは、水の化け物がおとなしくなったってこと？そうそう。じゃあそろそろ願いの川辺にお手紙出しに行く準備しなくっちゃ。あ、そっか、行けるようになったんか。よかったやん。はい、それでは。いいね、いいね。ウキウキしとるね。これでもうお母さんも許してくれるんじゃないかな。こんなのおったっけ。ここも大丈夫ぞら、スババか。それにしてもこの青空、久しぶりに雨が止んだぞら。眩しい。太陽が眩しすぎるぞら。みんないいね。みんなすごく嬉しそう。はい、お疲れ様です。私にご用でしょうか。あ、そっか、夜行石がいるんよね。10個いるんやったっけ。はい、それでは。夜行石、またこの後、この後っていうか、まあ、冒険の途中で集めとこうか。おはようございます。久しぶりに晴れたぞら。娘と旅でもしたいけど、さすがに持ち場を離れるわけにはいかないぞら。そう、戦うのよ、私は。この人話聞いたよね。大丈夫。了解。そういえばさ、王様のところには、王様のところに多分報告しに行かんといかんよね。何かしらあの、何かしらあるはずだから。ここで会っとったよね。あれ？王の間の前のさ、守り人たちがおらんなっとるけど。さあ、真珠を沈めてきてめっちゃ集まっとる。オーリンク、よくぞ戻った。待っておったぞよ。あれほど猛威を振るった豪雨が嘘のように止み、この里の危機は消え去ったぞよ。ハイラルの大地が水没する心配はもうなくなったぞよ。そなたが水の真珠を沈めてくれたおかげで、このゾーラの里は救われた。もしかしてこれ里の住人全員かな。思ったほどおらんね。期待以上の働きをしてくれたそなたに、民を代表して心から感謝の意を示したいぞよ。リンク、お前に辛く当たってすまんかったぞら。おお、ムズリさんどうも。あ、宝箱？お前もミファー様のことを考えてくれていたのぞらな。元老院の面々も、ヒレをたたんで感謝しておるぞら。わしら老人の多くは、ハイリア人を誤解していたのかもしれぬ。虫のいい話だが、もし許してくれるならば、こんなに嬉しいことはないぞら。おお、いいね、和解できる。リンク、そなたには礼を渡さねばならぬぞら。ん？ならぬぞよ。さあ、あの宝箱の中のものを受け取ってくれ。あれはミファーがずっと愛用していた、形見のようなものぞよ。有効な証として、そなたに持っていてほしい。そしてどうかいつまでも大切に。そういえばリンク、そなたは大魔の剣を持っておらぬが、かつての記憶とともに、大魔の剣もなくしたぞよか？何それ。やはり忘れておったかぞよ。あれは英傑のリーダーである、そなたにしか扱える剣、英傑のリーダーやったんや。きっとこのハイラルのどこかで、主が来るのを待っているに違いないぞよ。リンク、今回のそなたの働きには、ゾーラ一同心から感謝するぞよ。大魔の剣ってあれ？マスターソードのことかな。そしてシド、なんかあれはね、横から見たら、魚っていうかサメを頭に乗せとる感じ。お前がリンクと共に真珠で戦ったこと、父親として誇りに思うぞよ。知らぬ間にそんなにたくましくなりおって。
もうわしの跡取りとして申し分ないぞよ。父上。お、王様になるのか。豪運もやみ、神獣も戻った。なんとめでたいぞよ。いいね、いいね。リンク、最高だぞ。ありがとう。その宝箱の中身が気になるから早く開けたいんだけど、腕が引っこ抜かれそうな勢い。リンク、本当にありがとう。君には感謝してもしきれないぞ。壊滅する運命だった我らが里を、君は救ってくれた。さあ、最上級の感謝を送るぞ。ぞ、ぞ、ぞ、最高だぞ。そういうこと？言葉？ものじゃなくて？はあ、それが最上級なのね。子供にはまだ手にヒレがないんやね。成長すると出てくるんかの。やった水の真珠バルッとコンプリート。やったね。リンク、里を救ってくれたこと、心より感謝するぞよ。里の皆も喜んでおる。これほど嬉しいことはないのだ。ただリンク、そなたに聞きたいことがあるぞよ。水の真珠バルッタの中から、そなたは生還した。じゃがミファは戻ってこなかった。これはやはりあれか。もう手遅れだったということか。魂とはあったよ。魂と。それでミファは何か言っておったぞよか。まあ父親のことに関しては一人になった時によったよね。そうか、ミファ、なんということ。わしは何もしてやることができなかったぞよ。じゃがミファは英傑の使命を果たしたのだ。それならそれを見守ってやるのも父親の務めだったと思うべきか。辛いよね。でもリンク、あれはそなたのことが大好きだった。今もきっとそなたの助けができて喜んでおるに違いないぞよ。どうかそなたもミファーのことを忘れないでやってほしい。絶対に忘れない。ありがたい言葉。そなたはいい男ぞよ。リンク、何かに困ったらいつでもこの里に来るがよい。どんな時でも一族全員で歓迎するぞよ。ありがとうリンク、ありがとう。今度こそ多分一族全員に本当に感謝されとるよね。そして宝箱、中身は降臨の槍。英傑ミファーが愛用していた優美な瞑想。地位を得意とするミファーだったが、槍の扱いも一流だったと言われている。おー、いいね。え、これ形見で大事にって言うけど壊れんのかな。使いよって途中でパリーンとかなったら全然永遠に大事にはできないんだけど、どうなのそこんところ。おお、入り屋の人、見事な活躍でした。スババ兵隊長に聞いたのだが、お主は100年前にもこの里を訪れて英傑だとか。そうそう、みんなにそういう話をちゃんと。お、何、降臨がラーララルー、光きらめき試練現る。お、試練の祠のやつ、祠チャレンジ。あ、指導寺のお手伝いした。かっこいい。指導寺には負けるけど、余計な一言が。あなたもまあまあだから、ルナチがお話してあげてもいいよ。お話しする？その歌は、ルラちゃんお歌大好き。英傑祭の歌だってちゃんと覚えたんだから。英傑祭の歌聞きたい？聞きたい。はーい、それでは歌います、英傑祭の歌。てか英傑祭って何？天から降りし降臨が、セラの足元立ち割れば。セラってなんだ。光きらめき試練現る。ルラちゃん歌の中身はよくわかんないけど、次の英傑祭で歌うんだよ。モルデンさんが英傑祭に準備するんだけど、まだ何もしないみたい。どうしたんだろう、準備のこと忘れちゃってるのかな。忘れちゃダメじゃん、なんか知らんけど。え、ホラーチャレンジ英傑祭の歌、すごいですわ。ええ、聞いていますわ。あなた、すごい人だったんですね。とにかく里を救ってくれてありがとうございます。これでミファー様の魂も浮かばれますわ。ん、あそこで一人、まだなんか、ごめんね。うなってるやつが、モルデンさんやん。やはり貴様は100年前のリンク。今回の働き、見事であったぞら。ミファー様の魂は、我らの意志と共に。さて、わしは祭司の槍を拾う手はずを整えるとするかの。何、祭司の槍って。祭司の槍とは、英傑ミファー様を称えて祭り。いわゆる英傑祭で使う降臨の槍。降臨の槍、私が今持っとるけど。の、贋作ぞら、贋作ね。その祭司の槍をロスーリに見てもらおうと思い、運んどったところ、橋の下に落としてしまうとの。まあええわい、所詮は贋作。またロスーリに作ってもらおうとするかの。誰かに拾われたらくれてやったらええぞら。お、
ということは、チャレンジ更新されたわ。エーケッサで使っているサイジの槍を橋の下に落としてしまったようだ。槍を見つけて死ぬ通りにすれば勇者の試練が現れるのだろうか。セラの足元ってなんだよくわかんねえぞ。あ、こんなところに。ムズリさん。リンク、わしはハイリア人を誤解していたようずら。ヒレもエラもないくせにあの真珠を止めるとは、さすがミファー様の思い人。あっぱれぞら。今後ともこの負傷ムズリをよろしく頼むぞら。こちらこそ。とりあえず、橋の下、この橋の下ってこと？違うんかな？どこの橋の下だよ。なんか見たらわかるんかな？あ、っていうかあれか？これで、目的地設定。え、目的地ってもしかして、モルデンさんかな、あれ。いや、ちゃんと場所か？なんか小さい鳥いっぱいおる。くそ。やっぱり、目的の場所ちゃんと示されとんか、これ。かもしれんね。行ってみよっか。てか、この辺さ、私、マップがさ、全然開放されてないんよね。この辺や。マップが全然開放されてないけんさ、この橋の下、塔に登っていきたいんやけど、この辺塔あったんかな？とりあえず、こっちに移ったらいいか。はい。橋の下って言った時にこの辺やと思うんやけど。見えるんかな、目に。見えんのかな？一応なんかちょっと目を凝らしてみてはおるんやけどさ。全然わからんね。槍ってことは、どうやって引き上げ、マグネキャッチってこと？あの、宝箱みたいな感じで。水の中に沈んどる宝箱的な感じで。なんかさ、チラチラ見えるけど、あれは小魚かな？小魚かな？あっちの方？なんかあっちの方よね、マークが。でもここめっちゃ流れ早いけんさ、アイスメーカーとかでちょっとずつ渡って様子を見てみようか。よいしょ。ああ、助けて。落ちよった。特に見えんけど。よいしょ。落ちたよ、落ちたよ。落ちましたけど。よいしょ。ん？鳥か。なんかあったかと思った。ちょ、待ってね。はい。向こう岸に近づいていけばいいんかな。でも橋の下って言ったよね。いや、流れが早いけん流されとるってこと？特に何も見えない。あー、落ちた。下手なことをするなということやね。うん、特に何もないんやけど。もうちょっとあっち。でもあれ結構向こうの方な気がするんやけど。ん？あれは？違う、光かただの。多分さ、見えるはずよね。違う？多分見えるよね。違う違う。ねえ、あれやっぱり結構遠くない？本当にこの辺に落ちとる？何一つ落ちてないんだけど。ちなみにちょっと、ビタロックじゃねえわ。マグネキャッチ。これで探せるんやない？探せんかな。何もないね。あれは？いや、何にもないんか。本当に落としたの？ちょっと。
本当に落としました？この崖を登っていかんといかんとかかな。よいしょ。この崖登れる？あ、一応届くか。はっ、いけそうかな。とりあえず上に登ってみて。でも橋の下に落としたって言うのに崖の上にあるわけないよね。ちょっと思うけど、途中で休んだ方がいいかな。いや、休めんか。とりあえずあの目的地に設定された場所を目指して行ってみようと思うけど、私頑張りゲージ回復する薬とか作っとったっけ。多分作ってないよね。その辺とかで休めんのか。あー、休めなさそうやな。頑張り薬みたいなのある？ビリビリハーブ、ゴーゴーだっけ。あれは多分そのまま食べても体力が回復するだけやった気がする。この辺、あ、この辺や。頑張り薬。多少回復したんか。めっちゃ多少やけど。まあ、でもなんか頑張り薬。あ、そっか、頑張りバッタで。なんか何個か、本当なら、電気の耐性をつけるやつを作りたかったんやけど、間違えて延々とさ、頑張りバッタ使って、ゴーゴー薬を作りよったんやね。こんなもんか、もうないね。これを使っ、あ、そこで回復できるんじゃない？一旦。頑張りゲージを早くもうちょっと増やしたいね。とりあえずここで一旦休憩でできるはず。はい。ふぅ。さあ行こうか。まあ、あの真珠のところでハートが増えたけん、次は、あの試練の証？克服の証やっけ？なんか忘れたけど。その辺のが集まったら、今度は頑張りゲージを増やそうと思うよ。ん？あれ？いや、違うよね。ね、あの光よりやつ何？ね、あの光よりやつ何？これこれ。これ何？え、なんだかよくわかんないんですけど。あ、これって。ほうほう。これってさ、普通に降臨の槍でもいいんかな？天から降りし降臨が、贋作じゃなくて本物でやってもいいってことかな？よくわからんけど。要は、落とした祭事の槍ってやつは、拾ったら、自分のものにしていいよっていうだけってこと？天から降りし降臨がセラの足元立ち割れば、光きらめき試練現る。セラってなんなん？セラって。これが関係あるんかな、なんか。天から降りしやけん、ここから飛び降りる。ここから飛び降りて、あ、めっちゃゴーゴーガエル近づいてきた。イエーイ。じゃあ、とりあえずここ一旦、登ります。はい、来たー。で、登って、おー、すげえ、あそこにバルッタが。んで、登ったよ。登って、足元を立ち、足元を立ち割る？違う違う違う、怖っ。セラの足元立ち割る。あ、これセラの滝かなんかっていう名前やったっけ？なんかそんなことを前に誰かが言ったような気が。セラの足元立ち割る。降臨が。とりあえず降臨の、違う、降臨の槍。降臨の槍、これね。ここで、足元。滝の下の方に槍を突き刺せばいいってことかな。え、待って待って。てか、めっちゃ逆向いとるしさ。ああ！
びっくりした。なんか超プカプカ浮かんできたよ。何何事？え、これ電気の力とか別にないよね。なんでそんな浮かん、ここに突き刺すってこと？あ、そういうこと？ここに突き刺すってことかな。普通に考えたらそうか？わからんけど。でもあの装置そういうことかな。ちょ、もう一回やってみよう。ハート1個消費したけど。ハート1個ちょっと消費したけど。あ、やべえ。あ、やべえ。びっくりした。先にそっとったけん大丈夫やったんかな、今。よし。頑張ろう。難しいな。どこだ？ここからまっすぐ、もうちょっとこっち？この辺からまっすぐ降りてったらできる？あ、怖い怖い怖い。ここに、この真ん中じゃないといかんかな、多分。え、難しくない？パラセールでちょっと調節せんといかんのかな。よし、もう一回。全然しよること違っとったらどうしよう、これ。セラの足元。滝に突き刺すんかな？ここに突き刺すんかな？難しいなぁ。パラセールで、この辺かな？ここ。合っとる？お！やった！あ、あれが出てくるわけじゃないんやね。なに。びっくりした。岩ロックかと思った。そんなもの復活させたくはないよね。おー、出たよ。イエーイ。ここらチャレンジ、これ初めてのクリアじゃないに違う？やったね。じゃあちょっととりあえずこのほこらチャレンジしてみようか。でもこういう感じで出てきたほこらってことはさ、結構なんかややこしかったりとかするんじゃない？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。